サブちゃんですこれ。サブちゃんです。はい。クリさ、無残だったじゃん。実践いたじゃん。はい、実践サブ覚えてる。わかりました。俺もやってみたの。はい。最強かもしれん。奇跡でさ、うん。なんで実践サーブって言うんですか。それは、はい、実践学院に6年いた、はい、俺も知らない。でも多分、はい、ダブルスの時に使ってたのこれ。そうですね、うん、はい、もう最初から絶対低くなるし、はい、目線低くなるしナックルでバチ組み合わせるから、はい、でそれを初めにやったのは多分実践だったの。あ、だからみんな実践サーブ実践サーブ、俺ほとんど使わなかったのあれ。はいはい、今ちょっとやってみたら、はい、これね今の格言だと結構先かもしれない。本当ですか。うん、ちょっと何気かとしか取ってみて。わかりました。え、もう普通に。いや、おかしいと取るに。はい。結構エグくない。エグいです。やばくないエグいです。今、だって来るなと思ってたもん。これ回転量はもうね度外視ないよ。はい、正直分かりづらさ、そう、あのコースの分かりづらさ、もう全部出せる、全部、はい、もうどこでも出しちゃう。しかも全部同じところから、はい、もう正直からさ、こうやって向いてるだけだからさ、はい、こうやってどこも出せるじゃん。いや、これマジ使えるかもしれない。バックサーブ普通にシンプルだけど分かりづらいですか。そうです、あれがフォアになってより回転とか書きやすくなってる感じですよね。そう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 、普通に切ろうと思えば切れないよ。切れすぎで、正面向いてるから横目が、はい、こうやって出せるのよ、はいはい、上から、ね、はい、こうすれば横になるじゃん。全員こう、すごい、これマジすごいですよ。実践サーブだけはちょっと実践よく作ったな。確かに、ぜひやってみてください。メインチャンネルで上がった後にこれ出るんで、はい、ちょっと子供とレディースとか特に今日はね切れないし、うん、こうでここ前にくださいこうやって楽だよ。サーブ出したら戻る必要ないですよ。このまま、こっち足が変えて腕のこの振り子ができる。そうそうそう、以上で、ぜひやってください。そんなサブちゃんでした。ありがとうございました。